さあ、フリーになってくれ。いえ、おー、いるよ、決めよう。さあ、ウィールアップでやっていきます。A だら、違い。てか、前回、皆さん、あの動画見ていただけましたでしょうか。ジャパーンで、あのマジ勝ちに行ったんだけど、いや、みんなフランスとブラジルが多いっすね、やっぱ。さすがに。確かに確かに。なんか日本だったら日本、相手日本とかじゃなくて、うん、当たっちゃうんですよね、そうなんだよね、他の国とも、うん、今日はブラジルで挑みたいと思います。よし、いやうわー、ブラジル、ブラジル、みんなやっぱ多いね。ブラジルやっぱ使うよね。カゼミロ、どうした、調子悪いな。ブラジルいるか、うん、相手、相手見ないと。ちょっと、あ、なんか似たような感じだったぞ今、うん、メインワールセカンドトップだった。勝ちましょう、勝ちましょう。カナリア軍団ですから。あれでもな、体はそこまで強くないからな、うん、なんとか当たって止めたいね。あ、アウェーだアウェー。お、ナイス。おー、いいね。いいよ、いいよ、これめっちゃいい。一回あげるか。うん、入る。とりあえずさ、1点早く決めたいよな。そうだね、安心感が欲しい、うん、アリソン使ってたな俺。天気マンないとちょっと手震えてくるからね、うん、これもう気圧がやべえから。 OK、 ウィリアン来た。はぁ、エンダは、はい、一番手汗がやばかったのは、あの荒野行動の銃のやつだけど。荒野行動、 あれはやばかった、マジで。テッテッテ震えるし、痙攣したもんな。痙攣だな本当にそうだよ。なんだろうな、いい、ね、アドレナリン溜まるんだよな。うん、そうそうそう、多分そんな感じだよ。マルセロ、緊張とかって感じ。俺は緊張すると手が、アーベース。なんかすごい倒され方したな。これウィリアム普通に欲しいな。ウィリアムめちゃくちゃ速いね。ジョアン・ミランダ君からマルセロ。速い選手って本当それだけで打開できるからな。やっぱ何かあった時に足速い方がやっぱり有利だもんね。うん、こういう時もさ。そうだね、だって本当に足速くなかったらさ、うん、全く追いすがれない時とかあるもんね。ディフェンダーでもさ、裏つかれても、まあ、ある程度足速かったら追いつくじゃん。うん、だからクリバリとかは体強いしスピードも速いからいいんだよな、うん、おー、これは熱い。 OK、 ナイシュー。やっぱエースが決めると、うん、チームは活気づきますからね、うん、よしよしよし。ネイマールはでかい。これ当たりか、ネイマールのセカンドトップ。これ当たりかしね。ね、あとここでもう1点いけると結構楽になるんだよな、うん、おー、いいチャンスだよこれ。ウィリアム見てるもん、裏早い早い。あ、届けか、もうすごい。でもラインをねずっと見てるからね、ありがたいな、あれあれこういうとこ意外に取れたりするからな、うん、お、転がすか。うえ、どうしたどうした今。分からん。ここは挟める。多分出すとこなかったんだろうな、うん、完全にね今悩んでたよ。買ってたもん俺ウィリアムで。いや追加点入れてえな。入れたいで追加点。よし、お、いきましょう。フェルナンジーニョ結構いいんだよな。フェルナンジーニョボランチだっけ。うん、超効いてる。ただね、一番はウィリアムだよ。あんた何やってんだよ。ウィリアムのドフリーが半端ない。てかすげえサイド張ってくれるよね、うん、めっちゃ張る。ウィングストライカーとか、だから多分そういう感じだと思う。あ、あ、これはまずい。お、取れる。オッケー、あぶねー。今普通に入ってもおかしくなかったそうだよな。お、だけどいいよ逆に。お、これはチャンス。誰か上がってこないか。あー、ずれた。これウィリアン、ウィリアンいけ。いや惜しかった今。え、これウィリアンが欲しくなると思うか。めっちゃコネコネコネだな、おい。いいね。てかコーチにも聞いてるな。い
両サイドが効いてる。うん。お、あ、あるよ。あ、マジで。カセミロって普通にセンターバックでも置けそうだもんな。確かに。とにかく体強いイメージだ。うん。今のところしっかり1点守ってますね。オッケー。お、サイド超効いてるね。うん。さあ、フリーになってくれ。いえ。おー、いる。ネイマール。ナイス。おい。来た来た来た。これ安全。うぇー。やっぱネイマールだよ。やっぱネイマールだよな。ただ、そんなこと言っても、相手もネイマールいるから怖いんだよね。うん、そうなんだよ。パウリーナもいるしな、うん、お、ナイス、いい動きだ、手上げてる。これ自分も駆け上がってもう一回もらいいの。これいいんじゃない。そこから、そこからの、オッケー。2ゴール1アシスト、めっちゃ大活躍だ。チアゴシウバさん、なんでそこ今取り憑かれたように今スルッといったぞ。最後お、ギリ止まる。ナイス、素晴らしい。ギリよ。あー、オフサイドか。だけどそれにしても、うん、ドンピーシャだった今。あいつそんなヘッダーってわけでもないのに。ヘッダーではないね。ただヘッダーらしさを見てたよ、うん、お、いやウィリアン使いたくなるね、うん、俺欲しいわマジで。しかもアフロアクだし。てか早っこいつ。いや、え、待って、お前何メートル走った今。100ぐらいいったじゃね。あ、多分あれでかなり疲れたぞ今。めっちゃ疲れたぞ今。お、お、もうよしよしよし。おい、はい、ということで今回はブラジル代表ちょっと使ってきました。相手がランダムなので、まあ、フランス代表来るかもしれないし、そうっすね、我らのジャパンも来る可能性もありますね。一番強豪国です。はい、はい、強豪国です一番。はい、以上、優勝候補なんでね。ということで皆さんも日本代表を使ってやってみてください。まあ、大阪が爆発するわね。じゃあ大阪マジでやっぱ使えるし、あの本田さんのしれっと復帰な、まさかのリザーブにな、あんなしれっと入れてもらわなかったよね。ということで、はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。